も皆さん、こんにちは。春の日差しに心が弾む、ゆずきゆかりです。今回も SCP 紹介、頑張ります。早速始めましょうか。SCP-755-JP、七星星点灯です。オブジェクトクラスはニュートラライズドです。破壊や無力化によって、異常性を失ったアノマリーであることを意味します。そのため、現在 SCP-755-JP は収容されておりません。説明に移りましょうか。SCP-755-JP は七星点灯に告知している昆虫です。組成や生態は七星点灯と同じですが、羽が水色という違いがあります。SCP-755-JP は人間の認識を汚染するという異常性を有しています。認識汚染を受けた人間は SCP-755-JP1 と指定されます。この感染経路は明らかにされておりませんが、人々感染もしくは空気感染であったと推定されています。また、この認識汚染を記憶処理で治療する試みは失敗に終わったそうです。さて、そんな認識汚染の気になる症状ですが、汚染された人間は、すべての並行して覚えている3つ以上の事柄のうちの1つを七星というワードに置換します。この置換は、すべての表現と知覚に影響します。同じワードが七星に置換されている者同士であれば、会話に支障は現れません。しかし、異なるワードが七星に置換されている場合は、会話に無視できない支障が現れます。異常性の説明は以上です。なんだか地味な特性ですね。これで終わるのも物足りないですし、SCP-755-JP がユークリッド分類されていた際の報告書の一部も紹介しましょうか。SCP-755-JP、七星星点灯です。オブジェクトクラスは七星です。あれ?ユークリッドクラスじゃないですね。念のために申し上げますが、私の誤植じゃないですよ。何か変ですが、特別収容プロトコルを見てみましょう。SCP-755-JP は定期限度生物収容室に収容されていました。給仕は七星クラス職員に行わせていたようです。なんでわざわざ七星クラス職員が給仕を行うのでしょうか?アノマリーに直接接触してはいけないはずでは?不自然な描写が続きますね。説明の項目に移りましょう。と言っても、異常性の説明は先ほど申し上げたものとほとんど違いはありません。異なるのは感染経路に関する記述です。旧報告書作成時点では、SCP-755-JP の葉音、もしくは体液の匂いが感染経路と推測されていたようです。人から人へ感染するとは考えなかったのでしょうか?何がきっかけで感染経路に関する推測が変更されたのでしょうか?非常に嫌な予感がしますね。旧報告書の追記を確認してみましょう。2000ホニャララ年、七星、ホニャララ日。おそらく、サイト七星のほとんどが汚染された。SCP-755-JP1N の指定作業なんてしている暇はない。私の知人はすべて話が通じなくなってしまったし、私が普段関わらない職員の中に正常な人間が残っているかすら怪しい。部屋番号102だとか、方角は南だとか言われてもわからないし、ユークリッドなんていうふざけたオブジェクトクラスが作り上げられている。この報告書もひどいありさまだったので、混乱を避けるために全ての範囲の単語とその順番を訂正して編集権限をロックした。完全に復旧できたわけではないが、随分マシになったはずだ。感染媒体がわからないからといって、他サイトへの救援要請を渋っている場合ではない。このまま SCP-755-JP の効力が世界を覆えば、七星系クラス文明崩壊シナリオを招くだろう。絶対にそれを許してはならない。確保、収容、七星。やっちゃいましたね。この方、自分は大丈夫だと思っているようですが、がっつり影響下にありますよね。ユークリッドすらも理解できなくなってますし、ユークリッドがケテルに置換されてしまったんでしょうね。このような無自覚の汚染者だらけとなったサイト七星は、大混乱に陥ったことでしょう。一体、どのように解決に至ったのでしょうか?現在の報告書のホイに答えがあります。ある日、すべての SCP-755-JP が餓死していました。給仕が2週間行われていなかったことが原因のようですが、
それに伴い、すべての SCP-755-JP-1 の認識汚染が解消されたそうです。これは他サイトの救援部隊も確認しています。こうして、拍子抜けするほどあっさりと事態は解決しました。救助が行われなかったのは前述の混乱のせいでしょう。間接的に自分の首を絞めることになってしまったとは、皮肉な話ですね。その後、SCP-755-JP が発見された長野県のとある山で大規模な捜索が行われましたが、新たな SCP-755-JP が見つかることはありませんでした。もはや生存している SCP-755-JP はいないと判断され、ニュートラライズドに再分類されました。以上、SCP-755-JP、七星星点灯でした。無事解決して本当に良かったですね。まあ、財団の使命の一つである七星は失敗したとも言えますが、もしも SCP-755-JP が死亡した後も認識汚染が解消しなければ、どこまで被害が広がったか予測もつきませんね。旧報告書において七星に分類されていたのも納得できる、恐ろしいリスクを秘めたオブジェクトであったと言えるでしょう。それでは、この辺りで失礼いたします。お付き合いいただき、ありがとうございました。